猿になった子。昔々あるところにおばあさんと孫が二人っきりで暮らしておりました。おばあさんは孫を養うために機織りの仕事をしていて、一日中機織り機の前に座って忙しそうに働いておりました。ある日のこと、おばあさんが機織りの仕事をしておりますと、そばまで孫がやってきてわめき散らしました。おばあちゃん、お腹がすいたよ。トウモロコシを食べたい。私は機織りの仕事で忙しいんじゃい。後にしておくれ。おばあさんがそう答えますと、孫は床をどんどん叩いて、さらに大声を上げました。トウモロコシをどうしても食べたいんだよ。おばあちゃんの意地悪。孫はおばあちゃんにあっかんべーをしました。お前はなんて口を聞くんだい。今日のお昼ご飯は抜きだわい。おばあちゃんはそう言うなり、孫を部屋から追い出して、部屋に鍵をかけ、機織りの仕事に専念しました。夕方になって、おばあさんはようやくトウモロコシを孫に与えました。次の日、おばあさんが再び機織りの仕事に取り掛かりますと、また孫がやってきてわめき始めました。おばあちゃん、腹が減ったよ。パンが食べたい。私はお前を養うために一生懸命働いてるんじゃい。パンは後にしておくれ。仕事に集中したいおばあさんは、孫を部屋から追い出して、部屋に鍵をかけてしまいました。そして、夕方になってから、おばあさんは孫にパンを与えました。次の日、おばあさんは部屋に鍵をかけてから、機織りの仕事を始めました。今日は孫が入ってこないから、仕事に集中できるわい。とおばあさんは言いました。しばらくすると孫が部屋の前までやってきて、扉をどんどん叩き始めました。おばあちゃん、腹が減った。スープを飲みたい。どんどん扉を叩くのはやめておくれ。うるさくて仕事に集中できんわい。おばあさんはそう言って機織り機に向かって作業をし始めますが、孫のどんどん扉を叩く音に我慢できなくなって、とうとう部屋の扉を開けて孫を叱りに行きました。お前がうるさくて仕事に集中できんわい。そんなにスープを飲みたいなら野菜とお玉をやるから自分でお作り。おばあさんはそう言うなり、キッチンへ行ってお玉を取り出し、孫へ投げつけました。お玉は孫の頭に当たって地面に落ちました。するとその時、孫の姿がみるみるうちに変わっていって、猿になってしまいました。キッキッ、イエーイ、ババア、猿になったら木の実と池の水さえあれば生きていけるもんね。もうこの家に用はないようだ。と言って、孫は家を出て行ってしまいました。お待ち、スープはここにあるわ。戻ってらっしゃい。おばあさんは大声を上げて孫を呼び止めますが、時はすでに遅し、孫は山の奥へ入って姿が見えなくなってしまいました。おばあさんは孫にお昼ご飯をあげなかったことを大変後悔しましたが、
孫がおばあさんの家へ戻ってくることはありませんでした。おしまい。